こんばんは。見て、つけたよ。こんばんは。こんばんは。桜部になった。ありがとう。初見ありがとうございます。初見さん、たくさんレッスンありがとう。こちらこそありがとう。 T シャツ着てきてくれて。こんばんは。え、結婚したそういう感じ。生誕祭でした。昨日です。今日は鉄菜でした。ありがとう。こんばんは。見て、横断幕もかわいい。結婚してありがとう。するよ。お疲れ様でした。ありがとう。まあ生誕祭、え、さくもさっき見てたよ。あのさ、アンコールコールのさ、アンコールか、アンコールのさ、なんか生誕やーみたいなやつ、すごい。あのなんかさ、裏で着替えててさ、バタバタしすぎてさ、あんまなんかなんとなくしか聞こえてなくて、さっき見たんだけど嬉しかった。ありがとう。すごい大きなサックコールでしたね。ありがとう。昨日は感動をありがとう。こちらこそだよ。お疲れ様です。ありがとう。ハートありがとう。生誕祭 DMM 見てたねえ。ありがとう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 。履きます。ありがとうね。あ、靴で思い出して、靴の裏をさ、めっちゃいじられたんだけど、みんなに。京香とあんずにさ、さくの靴の裏カワチカワチだねって言われたんだよね。さくらぶがよく言ってるよねって。だからさ、あの生誕のと最後にさ、写真撮るじゃん、お見送り前に。その時にさ、わざと、あ、靴の裏見せなきゃみたいな言ってね、めちゃくちゃいじられた。カチューシャ かわいいよね。本当にかわいくて、かわいい、嬉しい、ありがとう。え、あと見て、すごいすごいすごい、あ、嬉しい。咲くの大好きな青空片思いの衣装です。これを咲くが好きってさ、だいぶ前にメールで言ったんだけど、そしたら覚えてくれてたのかな。こちらで、ありがとう。嬉しいことですわ。虫眼鏡ありがとう。メッセージカードもたくさんありがとう。読みました全部。ハートありがとう。結婚してありがとう。するよ。昨日も可愛かった。ありがとう。ハートありがとう。花かむり、え、めちゃくちゃ可愛くない？ピアノちゃんみたいって言われた。かわちかわちありがとう。お花ありがとう。ハートありがとう。昨日行けなかったけど、今日生誕 T シャツ着て終えてきてよかった。ありがとうね。嬉しい。サイリウムもありがとう。飛行機の中です。トゲトゲ、え、飛行機なの？ありがとう、見てくれて。ハートありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとうね。公園よかったよ。嬉しい。すべて、え、すべてもつけて見てくださいサッカーボールです。嬉しい。え、あとさ、戦術のボードもさ持って帰ってきたよ。ありがとう。じゃーん、じゃーん。これで戦術をなんとかね、分かるようにしたいですね。サッカーもやった、家で。最高、ありがとう。ハートありがとう。2日連続公演お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。ゼップツアーの時のサイン入り T シャツ当たった。え、見た見た見たよ。桜
プラちゃんさん初めてで嬉しい、ありがとう、やったね、お疲れ様、楽しかったよ。え、さくも楽しかった、ありがとうね、見つけたよ、どっちも。生誕終わって何か変わって、なんだろう、気持ちが高ぶってますね。楽しかった、マジで鉄のも楽しかった。こんばんは、こんばんは。昨日お疲れ様でした、メールから昨日の雪がたくさん伝わってきて素敵です、ありがとう。え、生誕外れて昨日から泣いてます、あーハートありがとう。生誕祭スピーチ頑張って、もう全然なんかさ泣きそうになってさ、でもさ大泣きしたらさ喋れなくなるからマジでヒヤヒヤしながら頑張ってこらえた、こらえた方だよあれは。ハートありがとう、良き生誕祭でした、入れてよかった、ありがとう。ね、花束さなんかサッカーの芝生をイメージしてみたいな書いてあってすごいと思って、全体的にさサッカー仕様でさすごい、横断幕も可愛いですね、ありがとう。結婚してありがとうするよ、レッスンシューズ、そう、レッスンシューズっていうかレッスンシューズ靴です、プレゼントでいただきました、ありがとう。お洋服もありがとう、パーカーだよ、かわいい、着ます、ありがとう。ピンク尽くしなの、嬉しい、みんなありがとう、ありがとう。これもセットアップ、これさ買おうと思ってたんだよね、嬉しい、大好きなナイスクラップのさセットアップ買おうと思ってたから嬉しい、自分ですよ、ありがとう。冬だね、ありがとうね、いっぱい来ます、見て、ほら11期の写真がさあのディスプレイだっけ、いっぱい、ほらすごい嬉しい、ありがとう。今日たくさん水飲んでると言ってたけど足大丈夫大丈夫、なんかさ朝から1リットル半ぐらい飲んじゃって、おっとと思って、だから汗がやばかった。ハートありがとう、届くの早、早い、そんなすぐだった、ありがとうね、いっぱい白大すよ、さくはそう初めてのセーター、星ありがとう、大丈夫、ありがとう。劇場でお会いできてよかった、ありがとうね、ハートありがとう。アーリーも踊った、踊る方、そうなの、尊い、ありがとう、ハートありがとう。あ、そうラジオ8時半からあのなるべく喋りたいがあるのでね、3人でくまさんとあとくるみ、11期のくるみとさくの3人でなるべく喋りたいしたのでぜひ聞いてください。そうそう言おうと思ってた、それ昨日のさ校庭の子犬さ、なんかさめっちゃもうカチューシャが間に合わなくて焦りすぎて、でもワンワンは言わなきゃいけないと思ってもうすごくね焦ったよね。だからもうこんな可愛くさワンワンとかやりたかったけどさもう焦ってもう急いでつけてもワンワンってなっちゃって、それをアンズにめちゃめちゃ笑われたすごいじゃんって。ハートありがとう、バラありがとう、メッセージカード見たよ、ありがとうね、
ワンワン、あ、カチューシャがなんかつけれなくて、うまく刺さらなくて、なんか落ちないようにさ、刺すやつがついてるんだけど、それがうまく刺せられなくて焦った。ママからの手紙よかったよ、嬉しい。うん、すごいじゃん。2日間で大好きが増しました、嬉しい、嬉しかった。2日間会えて、劇場でサクちゃん見れて、サチでした、サクもサチです、会えて可愛い、ありがとう。今日も叫ばせていただきましてありがとう。お姉ちゃんからプレゼントはもらってません。待ってるですね。考えますね。もらいますよ。もらいますよ。ちなみに私もらってないです。まあそれはさ、いいじゃん、もらってないです、だって妹だもん、いいの。ブライトンとリバプールの試合が激アツだった。そうだよね、さっき見たかったけどさ、見たかったけどさ、寝なきゃいけないから、体力がやばいから、練習もしてて、朝お休みメールもくれなくてごめんね、昨日大変なことでね。テスト、待って、明日からテスト始まる。幕が開くとこ分かんなくて迷子の作詞、本当に迷った、あれなんか本当に焦った、このまま作入れないんじゃないかと思って、マジでなかったから開けるとこが。ハトありがとう、昨日の生誕祭最高でした、最高でした、ありがとう。やっぱり作が一番だよねって言いながら、あのね、結構配信行ってるの知ってるんだから、作は続けて作家に会えて私は幸せ者です、嬉しい、ありがとう。そんなに、そう、戦術ボードさ買おうと思ってたのね、さ普通に買おうと思ってたからびっくり、ありがたいですね。さきちゃんバロンドールも取れます、マジありがとう、最高じゃん。2日ともよかった、本当2日ともありがとう。サクも可愛いよ、アンツも可愛いよって言っぱいお見送りでありがとうね。いいな、台湾まぜそば、サクも食べたけどね、最近もっとすぐ食べたくなる。100回目の訪問ありがとう、一旦忘れ、アーセナルがシティに勝った、マジですごいじゃん、アーセナル、アーセナルのファンの方大喜びだね、すごい。シティは何、シティいつものメンツでだった。お披露目からのファンです、公演東京から見に行きます、桜井です、ありがとう、よろしくね、これからも。初めての生誕祭の感想はなんかすごいね、みんななんかさ、何あれは打ち合わせしてやってる感じなのかな、ペンライトとかもさめちゃくちゃピンク黄緑で揃えてくれたりとかさ、なんかね、コールもすごいたくさんサックコールが聞こえたし、すごく嬉しかったですね。全部最後のなんかね、バイバイする時もさ、マジで涙止まらなかった、嬉しすぎて本当に嬉しかった。昨日と今日の公演サクッと目が合った気がする、合ってるよ、いっぱいありがとう。あ、ウィンブルドン、サクちゃん可愛すぎて照れました、にやけました、ありがとう。ウィンブルドン今回さ、前回の時にさ、なんか意地でもカメラを見ないサクラみたいな、山村サクラみたいなさめっちゃ言われたからさ、今日は頑張ってさ意識してカメラを見たよ、あのテニス教えてねっていうやつはちゃんとカメラ見た、できるだけさ配信の方にも届けたいっていう気持ちはあるんだけど、
ぱり劇場に来てくれた方にも楽しんでもらいたいしね。だから悩ましいよね、あれカメラを見るのか、あのお客さんの方を見てさ狙い撃ちするのか、悩ましいところではある。ハートありがとう、今日入れてくれね、嬉しい、ありがとうね、入ってくれて。そうブルドンでしたよ。ご清聴、なんでさご清聴いただきありがとうございましたさ、あんなに笑われたの謎なんだけど、合ってるよね、なんか変な言葉じゃないよね。なんかさ小学校の頃とかさめっちゃ代表委員とか何クラス委員とかやっててさ、あのスピーチやってたんだけど、代表委員選挙みたいな、その時にさスピーチ後はご清聴いただきありがとうございますって言うんだよっていうのをさ教えてもらって、そういうのが染みついてて言ったんだけど、合ってるよね多分。だるまありがとう、え、お目目が可愛く感じました、マジで嬉しい。何が違う、あ、でもなんか最近メイクが安定してきて、あとマスカラをあのずーちゃんにもらって、誕生日プレゼントでマスカラ、すごい目がパッチリするマスカラで嬉しい。黄色ブルドンめっちゃ可愛かったよ、ありがとう。また見に来て、また劇場でね、メッセージカードを見たよ、ありがとうね。サイリウム振りました、サクの思い直接消えて嬉しかったです、感謝感謝だよ、こちらこそ。今度さきちゃんの公演当選したら一人生誕祭するから、嬉しい、楽しみだよそれは。くるみんが何を、何サッカーじゃない、サッカーっぽくなかったあれ、芝生、そうそうそう、サッカーのコート。だるまありがとう、運営さんに返しません、柵のものです、横断幕も全部。知らん曲だらけだった、本当詩人とかは、芝生にコースも咲いてて秋の桜で凝ってすぐね、すごいよね、めちゃくちゃ考えられてる、すごいね、いっぱい考えてくれてありがとう。数々の生誕祭見てきたと思うけど、自分の生誕祭、自分のせ、やっぱり桜部が一番最高だねって思ったね、桜部が一番だよ。こんばんは、こんばんは、持って帰るの大変じゃん、すごいね、もうこんなに抱えながら帰ったよでもあの置いてく劇場にもうそのまま置いてっちゃうか、それとも持って帰るって聞かれて、そんなの持って帰りますよねっていう、すべて大切ですからね風女本当だからね。さくらちゃんの生誕祭最高に感動しました、劇場で見れて幸せでした、ありがとう、嬉しい、感動そんなにありがとう。11期しか勝たん、兵庫県から、ありがとう、遠くからね。初サックさん綺麗でしょ、本当嬉しい、10期11期ワンセットで見れたのは偉大また来てね、ウィアーも虫眼鏡ありがとう、お手紙ありがとう、ペンライトありがとう、サクタン推しだからサック生誕写真を持ち歩いても最高、ありがとうね来てくれて、なんでなんで痛風になったかと思って心配してた、全然なってませんよ、めちゃくちゃ心配してくれるけど、確かにサクの好きな食べ物をさ聞くと結構心配になるよね、安心してね大丈夫だよ。昨日のナックがめっちゃ可愛かった、絶対にさ、でも最初泣かないように頑張ったんだよね、絶対に楽しくしたいと思う、泣いたらもうサク終わっちゃうから楽しく行きたいと思ってね頑張ったんですけどね。サクいつも可愛いけど劇場だとさらにキラキラますよね、嬉しい、本当に車で千葉に帰ってるからコメントできなくて、車で大変だ、ありがとうね、あ、なるしゃべリアタイしてくれるの、ありがとうね、なるほどありがとう、
え、早川アニバルで、うわ、え、待って、それ見てないわ。え、なんで見てないんだろう。早川アニバルそれ見たんだけどな。青空、マジか、激アツ、嬉しすぎる。え、そうそう、月曜日だよ、今日祝日だよ。ハートありがとう。スピーチ聞いて他に目移してる場合じゃねえってなりました。そうだよ、本当にありがとう、嬉しい。そうそうそう、今日はね、サクの風女が発揮されましたね。本当にやだ、もうやだ、大切な日に限ってさ、雨とか風とかさ、すごいんだよね。生誕祭スピーチめっちゃ感動したよ、本当嬉しい、ありがとうね。お見送りでもたくさんスピーチ褒めてもらえて嬉しかった。え、ワンワン笑って、だよね、そう、ギリ間に合った、そう、間に合わせた、ギリ、もうどうにでもなれと思って、めちゃくちゃ走って、やばかったよね。そうそうそう、アズッピーがめちゃくちゃ笑ってきたの、力強い。もう投げやりだったよね、結構。中ちゃんに可愛がってもらえたみたいでよかった。嬉しかった、みゆさんとお話できました。早くサッカー一緒に行きたい。ワンワン可愛かった、本当ね。え、見たよ、ユナイテッドね、逆転勝利、嬉しいね、頑張ろうね、これからも。え、犬っぽくてよかった、本当、確かに犬らしい、確かに全員が笑顔になれるままでしょ。可愛く聞きたかったね、生誕だから。あ、そうなの、生誕入るためにありがとうね、そんなに生誕祭に頑張ってかけてくれて。そう、あずっぴ大爆笑、本当にスピーチ泣きました。嬉しい、伊藤美希さんがお母さんみたいです。本当に美希さんがもういっぱい、あの最後の時とかももうさくが泣きすぎてどうしたらいいか分かんなくて、でもみんながたくさん名前呼んでくれて、何、どうしたらいいのか分かんなくて、そしたら真ん中に連れてってくれて、本当にありがとうございます、美希さん。ミレさんにね、カチューシャつけてもらいましたよ、嬉しい。ハートありがとう。んー、生誕祭めちゃくちゃコールすごかった、もう嬉しい。んー、そう、褒めて伸びる。褒めて伸びる。サッカーボールで遊んでる、サッカーやってる、やった、昨日。サクの周りのメンバーがみんなお母さんのようだったという感想結構聞いたよね。そう、めっちゃ言われた。サキにはもうサッカー好きなの、うん、うん、なんか好き、好きなの、好きではないかも、でも一緒にね、パスやった。え、そうだよ、明日からテスト、やばい。え、そうだよ、いるよ、さきちゃん。おはよう、みんな。うん、そう、今日のてって公演の、てって公演、そう、練習してて、気づいたらもう10時超えてて、やばっと思って、メール送れなかった、ごめんね。そのさく初めて見えたけど、ほんとさく最高でした。嬉しい、ありがとう。お化けありがとう。今日も可愛いですね、顔。ありがとう。ありがとう。え、トーク券取りました。ありがとう。前作だけ見てたよね。いっぱい見てくれてた、MC の時も。知ってるだよ。ありがとう。駅のホームでスピーチ聞いて。ありがとう。え、目腫れてた。腫れてたけど、もう朝からもう、うって。めっちゃ目をね、マッサージしてなんとか保ってる。リバプールとブライトン、ブライトンですね、やっぱり。さくちゃんが一番、ありがとう。
最前列でお祝いできて幸せでした。ありがとうね。もうなんとか、あ、モハメド・サラーか。さすがだった。おー、マジでさすがです。え、見たい、見たすぎる。今日は寄り道せずにサックのルーム来ました。えらい、ありがとう。あ、そう、ミオさんがね、あのブーケ置いてき、ブーケは置くけどこれはつけていいんだよって教えてくださって、本当に実機生の皆さんにはもういつもいつもお世話になっております。ありがとうございます。大好きです。ハートありがとう。今日の手伝いでも全力サクゴールしてありがとうね。嬉しい。愛が伝わるってミキさんに言ってもらえて嬉しかった。ファンの方が大好きなんだなっていうのが伝わりましたって言ってもらえて、本当にめちゃくちゃ大好きだから嬉しい。女子サッカーの選抜はい、じゃーん。あ、そういうことですね。戦術ボードは桜部のためのねものなんですよ。めっちゃ中日ちゃんの配信開始してて、そんなにですよ。え、悔しいね。タイムマジそば常に食べたいよね。ハートありがとう。かわいい声、ありがとう。ハートありがとう。あ、サッカー部のロカール見た。コンセプトいいですね。マジで可愛かった。生誕祭見てますますサッカーが好きになって、ありがとう。おひさー、5から、めちゃくちゃ辛いよそれって。冨安がヘディングでゴールに絡むし、さすがですわ。本当に待って、みんな待って、本当に見たいよねそれは。ハートありがとう。昨日は戦隊さん入れなくてずっと泣いてたけど、飲み会作者のこと話してて、ありがとう、ありがとうね。そんな作がいない場所でも作のことを話題にしてくれてありがとう。お花ありがとう。あ、台湾まじそば結構辛いの。そう、でもその辛さも癖になるぐらい美味しいんですよ本当に。バラありがとう。シーア労働りがいなくて汗やら坂が、いや、え、がいないの結構でかくない？でもロドリもでかいね。お互いって感じだね。すごい。ペンライトのあれはテレパシー？すごくない？してなんか、え？すごいね。なのに。ありがとうね。うん。あ、お仕事頑張ってね。ありがとうね。スピーチも全部最高でした。もっとさくちゃんが好きになりました。ありがとう。サクブルド、え、見てね、ぜひアーカイブ。今日はサクとたくさん目あって、え、めっちゃ目あったよね。嬉しかったですよ。あー、なんで？日頃の行いめちゃくちゃいいじゃん。めっちゃめちゃいいよ。魔女ありがとう。あ、魔女の帽子ありがとう。配信カメラ両方やって、チラ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 ってすごい器用。狙い連れてもさくちゃんしか見えませんでした。お、いいこと。引き続きハートありがとう。あ、若い子はあんま使わない。そうなんだ。あ、選挙みたい、そうそうそう、代表員選挙で使ってた、だからか。バラありがとう。スピーチではないんだ。そうなんだ、校長先生みたいでそっか、なるほどね、だから笑ったのね。見送れた、びっくりスマイルと手を振ってくれて嬉しかった、ありがとうね。若い子はなかなか言わない。なるほど、かわいい、ありがとう。
あ、ラメ、そう、ラメめちゃくちゃキラキラして、上もあまり見えないな、ラメつけた。初劇場楽しかった、また来てね。なるほどね、お前もかっこいい系にしてもね。ありがとう。火曜水曜めちゃくちゃ緊張する。そこは褒めて伸びるタイプなの。そうだよ、ハートありがとう。本当別の声楽しかった、よかったです、また来てね。鉄のも、スピーチ泣いてくれたの、ありがとう。劇場で見たかった、嬉しいよ。僕のファン思いのところが伝わってきて、桜の皆様は幸せですね、羨ましい。桜部になりませんか。花冠の向き違う、どっち左ってこと、多分。さきちゃんも好きに入りませんか、入りませんよ。湿気女とかあるの。柵のぬいぐるみ作って、すごいよね、手作りなんだ。なんでチキって見せれないかった、見たかった、見たよ、でもツイートのやつは見たよ、かわいい、ありがとうね。めちゃめちゃかわいくなってて嬉しいことです。サイリウムとお茶振って柵ちゃん応援する、ありがとう。絶対ね、虫眼鏡ありがとう。家でも泣きました、ありがとう。バラありがとう。立ち見の最高列から見てました、お、ありがとうね。いきなり泣いたから早いぞって言ってしまった。自己紹介の時に早いぞってめっちゃ言われて笑った。手紙は全く泣かずに他で泣いてました。鍵穴からガチガチだった。でもさ、ちゃんとさ、何、難しい噛みそうなとこ言えた気がする。はじめまして、ありがとう。アンズちゃんの手紙読みは100点ですよ、本当に嬉しい。安全に読んでもらえて嬉しいことです。ケーキはね、きょうちゃんからで最高です。そう、カチューシャ取れちゃって、ウィーアーのウィーアー曲中に最後らへんはちょっとね、取っちゃいました。本格的にサックにはまるとき、なんとかたかもしれ、はまりましょう、はまってますね。もう、そう、あやさんから誕生日プレゼントもらいました。今日も使った。カバンに入れたままかも。あやさんにもらったリップ。あ、さっきもこれ塗った。置いてきちゃった。待って、22分。半で終わらなきゃいけないんで。自然乾燥。ありがとう、そんなに泣いてくれて。赤ちゃんとサッカー、アンズサッカー好きなの、好きになったの、ハートありがとう。テータンティーを忘れてしまいました。あ、そうなの、モカさん、モカさんっすね、ごめんね。どうした、向井ちゃん、ミレイさんとのココイチは2回目です、嬉しかったですね。愛してます、ありがとう、ありがとう、ありがとう。
モカも劇場行きたかった。カワチ最後の作曲これ感動しましたね。嬉しかった。あ、コンカフェ中、あーね。あー、なるほど。リフティングできない。昨日は可愛かったよ、ありがとう。サキラブになったよって、なんで。ありがとう。昨日の X のポスト、お姉さんからいいね来たのでありがとうとお伝えください。あ、フォロー来ました、ありがとうございます。うん。何、そう、生誕 T めっちゃ来てくれてて嬉しかった。なんかピンク多いねって10期の方が言ってくださってて、あー、桜部だーと思って心の中で思ってました。うん、でもマジでね、バイキング激アツ、昨日はずっとサクを見てました、ありがとう。うん、花冠取りに戻ったとこ可愛かった、ちゃっかり DM 見てくれたの、ありがとう。ポジションはどこ、フォワードかミッドフィールダーがいいなって最近思うようになった。1点が重いからさ、守れなかった時に重大さすごいじゃん。最高最高。バラありがとう。サッカーとご飯やばいね、やばいよね。うん、どうしよう、ね、来て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 、あれ多分あれかな、あれ取ってほしい、あの紙がよし、あれかな、あ、これです。はい、今あの見てくださっている方、そこのあなた、10月21日22日と10月28日と10月29日は現地会があります。10月21、22は幕張メッセで小悪魔とナースのコスプレをします。28、29はポートメッセで制服を2パターン、28と29違う制服を来ますので、ぜひ会いに来てくださいね。ね、お願いします。なるほど、ありがとう、よろしくお願いします。ハートありがとう、小判ありがとう、よろしくお願いします。うーん、今日の前髪はちょっと渋いんだよな、50ぐらいかな。うーん、そう、もう26分なんですよ、大急ぎです。坂が出る公園なるべく早く見に来て、見に来てほしい、ぜひぜひ。うん、うん、ラジオアーカイブしちゃダメ、リアタイしてほしい、本当に本当にリアタイしてほしい。やばい、焦る、出てこんのかい、向こうで使っちゃってそのまま置いてきちゃった、探し方だけじゃない。サクのメイクポーチって本当にさ、本当にあのね、整ってない。愛してます、ありがとう、ありがとう。待って、本当にやばい。え、あんざん中ちゃんと仲良くするためにサッカー勉強するみたい。え、サクがさ、サッカー見てって言っても見てくれなかったのにさ、なんで、なんで、あんず、ありがとう、ありがとう。ありがとうね。うーん、ミッドフィール、あ、きついよね。落ち着けって言われて、あと2分だよ、待って見てるよ、追加するしか、よろしくお願いします。なるほど、ありがとう。全日程いく、ありがとう。ランキング発表、13位は山村さくらちゃんの方、ありがとう。12位は金色の方、ありがとう。
11位は山村さくらちゃんの方ありがとう。10位は山村さくらちゃんの方ありがとう。9位はトゲトゲの方ありがとう。8位は警察の方ありがとう。7位はまゆめろちゃんの方ありがとう。6位は山村さくらちゃんの方ありがとう。5位は山村さくらちゃんの方ありがとう。4位はくまの方ありがとう。3位はポンポンプリンの方ありがとう。2位はペンギンの方ありがとう。そして1位はアライグマの方ありがとう。ありがとう。スクショタイム。はい、チーズ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 。うんふんふん。オッケー。取れたかな。ありがとう。ありがとうね。あと1分です。あと1分だよみんな。あと1分で始まるよみんな。本当に聞いてね。なるべく喋りたいだよ。テストも頑張ってね。ありがとう。あ、30分だよ。はい、ラジコでとかね、よろしくお願いします。ありがとう。バイバーイ。